こんにちは、名古屋の伊藤です。今日のこの動画では首の筋肉の解剖学についてお話をしていこうと思います。今日メインでお話しするのは首の横側だったり前側、そしてこういった、ね、横からのアングルで見えるところでこの後ろ側の筋肉っていうのをお話ししていこうと思います。まずこの画像で注目したいのは一つの筋肉、そしてね一つの静脈というものがあります。その筋肉というのがですね、ここわかりますかね？何やらこうすごく薄い、そうですね、膜組織というか、サランラップというか、すごいね、薄い筋肉がここにあるんですね。この筋肉を後頸筋と言います。広い頸部の筋というんですね。この筋肉、後頸筋っていうのは、こう、なんて言うんだろう。例えばめちゃくちゃ大きい、後ろにある僧帽筋とか、強鎖乳突筋みたいにすっごく首を強く動かす筋肉ではないんですよ。むしろこの筋肉ほとんど、関節について動きをね、獲得するような筋肉ではないと思っています。この後頸筋どういう時に働くかっていうと、そうですね、例えば口をですね、イーッとして、こう首とか顎とかに力を入れる瞬間ないですか？こう口をイーッてする瞬間。あの時になんだかこう首にね、縦の筋、縦のシワが入りませんか？あれ、後頸筋です。ですので、後頸筋っていうのはすっごく表層にあります。まあ、イメージで言ったら皮膚がありますと、皮膚の奥に皮下脂肪がありますと、で、そのすぐ奥にあるような感じの筋肉なんです。これ、後頸筋と言います。特に関節に関して強く作用する筋肉ではないんですが、こういった筋肉もあります。そして、静脈について見ていきたいんですが、ここ、静脈あるのわかりますか？青いやつが静脈ですね。これをですね、外径静脈と言います。外径っていうのは、外の頸部の静脈ですね。外径静脈と言います。これなんでね、外径静脈が大事なのかっていうのをこの動画で言っているかっていうと、この外径静脈の奥側、奥のちょっと破線で書きましょう。点線で書きましょう。この外径静脈のちょうど奥側の方に向かっていくと、腕神経層っていう神経の束があるんですよ。これは外径静脈のすぐ奥にあるわけではなくて、この奥にまた強鎖乳突筋ってありますね。これ強鎖乳突筋。で、そのまた奥に行くと。このままずっと奥に行くと、外径静脈の奥に行くと、腕神経層というのがあるので、この外径静脈っていうのは、ほとんどの人で見られると僕は感じています。この首の横側にある静脈なんですね。この奥に、腕神経層があるので、例えばこのあたり、強鎖乳突筋とか、その奥にあるね、斜角筋っていう筋肉があるんですよ。そこを例えばマッサージをするだとか、筋膜リリースをするときに、この外径静脈っていうのがあるんだぞ、その奥に腕神経層ってあるんだぞっていうことを覚えておけば、患者さんに対してね、神経を圧迫するっていうリスクが軽減できると思うので、この外径静脈、神経を避ける意味でも大事なランドマークだと僕は思っています。はい、では次の画像に行きましょう。後頸筋と外径静脈っていうのがなくなりました。ここでね、一番目立ってくるのは、ここにある強鎖乳突筋とか、ここにある僧帽筋ですね。この強鎖乳突筋と僧帽筋っていうのは、ここ、まあ、同じレイヤーに属しているんですよ。この赤いやつわかります？この赤いラインっていうのがですね、まあ、前側の筋膜、後ろ側の筋膜みたいな感じで、首の筋膜を表していると思ってください。こんな感じでね、首をすっぽり覆っている筋膜があるんですが、その筋膜に包まれているのが、この強鎖乳突筋と僧帽筋なんですね。だから、強鎖乳突筋と僧帽筋って遠いなっていう感じじゃないですか。強鎖乳突筋では首の横側。僧帽筋っていうのは首の後ろ側なわけですよ。ちょっと遠いなっていうイメージがあるんですが、筋膜的には同じレイヤーに属しています。まあ、僧帽筋とね、強鎖乳突筋っていうのが首の中では比較的すごく太い筋肉だと感じています。で、ここから見える、まあ、後ろ側の筋肉っていうのも見ていきましょう。まずここ、強鎖乳突筋の奥側に位置しているやつですね。これは頭板状筋と言います。頭の板状の筋肉と書いて頭板状筋なんですね。この頭板状筋っていうのは、これ後頭骨にひっついているので、頭痛だったり、頭の制限にすごく大事になってきます。ちなみにこれね、頭板状筋だけじゃなくて、頭蓋骨にひっついている筋肉っていうのは、まあ、自然とその頭の動きとかね、頭痛に関して大事になってくるので、首の筋肉っていうのは大事になってくるんですが、頭に付着している筋肉っていうのも痛みだったり姿勢に関してすごく大事な要素を持っています。これが
当番上筋ですね。じゃ色変えまして、こいつですね。こいつがですね、肩甲挙筋です。肩甲骨を挙筋ですね、挙上させる筋肉なんです。これ肩甲骨から頸椎に向かって伸びていっています。肩甲骨に関してすごく大事な筋肉になっています。まあ、たまに色を変えまして、こいつとこいつありますね。まあ、二つの筋肉なんだけど、グループとしては一緒なので、ピンク色にしました。このピンクがですね、斜角筋です。斜角筋ね。で、特に、まあ、これは後ろ側の斜角筋っていうのと、まあ、真ん中の斜角筋っていうのがあります。本来ならばもう一本、前側の斜角筋ね、前斜角筋っていうのがあるんですが、それがちょうどね、強さの糸付きに今阻まれているので、まあ、2箇所しかお見せできていません。ちなみに首の前側っていうのは次の画像でお話をしていこうと思います。まあ、こんな感じでですね、首の横側からっていうのも、このね、首の後ろ側に位置している筋肉っていうのも、まあ、観察できる場所ではあります。もちろんね、深さっていう感じではね、すごく深いんですが、よくね、解剖書ではこっちからの位置でも後ろ側の筋肉っていうのは見えますね。ではさっきね、後傾筋と外傾静脈っていうのを見せて、この画像ではその後傾筋を取っ払った図になります。次の画像では前から見た図っていうのを見ていこうと思います。はい、これがですね、首を前側から見た図になっています。こっち側ですね、こっち側は首の筋肉をちょっとカットしているので結構ね、すっきりした感じになっていますね。こいつが強さ乳突筋です。さっき見せましたね。で、これが僧帽筋なわけですよ。首の前側っていうのはそこまで大きい筋肉はないです。まあ、強さ乳突筋ぐらいですかね。僧帽筋みたいな巨大な筋肉っていうのはありません。まあ、これ、キーワードになってくるのが、ここにある骨わかりますか？ここね、舌骨って言うんですよ。よくよく観察していくと、いろんな筋肉っていうのが、この前側の筋肉っていうのが、舌骨に向かって伸びていっているのがわかりますか？舌骨の下側の筋肉っていうのも、まあもちろんね、こっち伸びていっていますし、舌骨の上側からもいろんな筋肉っていうのが伸びているんですね。で、特に舌骨の下側に向かって伸びていっている筋肉の筋群のことを舌骨下筋と言います。で、上側っていうのは特に名前はついていないんですが、これぐらいいっぱい筋肉があります。まあ顎に関係する筋肉だったり、まあ顎の下側のことをね、具体的に言うと音が言っているんですけど、まあ、とにかく顎の方に関わってくる筋肉っていうのは舌骨より上側。そしてですね、こっち側っていうのは首の前側の筋膜的なつながりで非常に大事な筋群なんですよ。舌骨下筋の方、ね、舌骨の下側の筋肉っていうのは首の筋膜的なつながりで非常に重要になっています。これがですね、首の前側の筋肉、まあ表層というか真ん中のあたりというか比較的浅いところですね。強さ乳突筋が一番浅いとしたら、そうですね、これはまあ2番目のレイヤーといいますか、中間ぐらいの層をなしているのが、この舌骨にひっついている筋肉たちなんです。では次、最後の画像で一番深いところにある、首の前側で一番深いところにある筋群っていうのを見ていこうと思います。はい、これがですね、首を前側から見て、さっきの舌骨下筋っていうのを取っ払った図になっています。これ一番深いところですね。だん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 頸椎が見えてきましたね。で、こんな感じでですね、頸椎の前側っていうのにも意外とね、筋肉ひっついているんですよ。まあ、こいつらっていうのが、頸長筋っていう筋肉ですね。頸部が長い、頸長筋っていう筋肉がありますし、まあ、こちらがちょっと横に行くと、今度は頭頂筋っていうのがあります。頭が長い筋肉と書いて、頭頂筋っていうのがあるんですね。まあ、主に前側っていうと、頸長筋っていうのと、頭頂筋っていうのがあります。その他ね、細かく見ていくと、ほんと細い筋肉たちがいっぱいあるんですね。そして、最初の方でね、見せることができなかった、この筋肉わかりますか？今、ピンクで塗ってる筋肉ですね。これが斜角筋の全部です。前斜角筋っていうやつですね。で、ちなみに後斜角筋が見えてますね。この紫でやったやつが後斜角筋ですね。なんか、この画像では中斜角筋っていうのは見えませんが、まあ、前斜角筋っていうのも考え方によっては結構深いところにあるんだなっていう感じなんですね。まあ、斜角筋というと、こう横から見た図でね、首の横側にあるんですよっていう書かれ方もしているんですが、でもこの前後の位置関係で言っても結構前側に位置して、
いるので、まあこの斜角筋もね、つながりを語っていったらこの一本では収まりきれないぐらいのすごく、興味深い筋肉なので、まあ斜角筋に関してもね、別の動画でお話をしているので、そちらの方を参考にしていただいたらなぁと思います。はい、今日の動画ではレイヤーごとに首の筋肉っていうのをお話ししていきました。まず最初の方っていうのは、まあ、頸長筋っていうのを見ていったりね、外頸静脈っていうのがあるんですよって言っていきましたね。そしてこの画像っていうのが、まあ結構見る図ですよね。首を横側から見ていろんな筋肉がありましたね。僧帽筋とか胸鎖乳突筋とか、まあ、頭にひっつく筋肉っていうのを見ていきました。そして舌骨下筋とかね、舌骨の上にある筋肉っていうのを見ていって、そして最後に一番深い首の奥にある筋肉っていうのを見ていきました。まあ、この動画でですね、首の解剖学の知識を深めるために役立てていただいたらなと思います。今日は以上です。ありがとうございました。